茨城県道142号、岩井野田線茨城県万道市小山千葉県道142号、岩井野田線野田市万象の終点付近茨城県道、千葉県道142号、岩井野田線は、茨城県万道市から千葉県野田市に至る一般県道である。茨城県万道市岩井を起点に南下して、道志小山を経て、千葉県野田市、万象まで南北に縦断する。 一般県道である。茨城県と千葉県の県境を流れると根川を渡る、橋梁が設置されていないため、本路線は分断されている。1959年10月14日、新たな県道として、佐島郡岩井町大技、岩井を起点とし、千葉県野田市を終点とする区間を本路線として、茨城県が、県道路線認定した。茨城県区間は、 対向2車線で、坂東市小山で、茨城県道329号小山菅尾小木沼停車場線との分岐点がある。見かけ上、小山の分岐点で2車線の道路をそのまま直進すると、県道小山菅尾小木沼停車場線へと変わるが、同分岐点で、右折進入できる1から1.5車線の道路が、本県道路線で、利根川左岸堤防の手前で行き止まりとなる。 千葉県区間は対向1.5車線の道路で交通量は少ない。野田志子山の利根川右岸堤防で行き止まりとなる。茨城県と千葉県を結ぶ県道だが、本県道は1958年以前の都線時代のルートであり、利根川には現在まで橋がなく通行できない。茨城県と千葉県を行き来するには、都線に代わって新設された 県道3号筑波の打線の目吹き大橋へ迂回することとなる。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、 当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、 p 点検道路線認定茨城県法、号外10月14日より、路線の指定。茨城県法、第5170号、ピアニッシモ、23、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1342号、ピアニッシモ、11から12、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第2168号。 PQ, ありがとうございます。